でひとしきり読んだ後、皆さんで一緒にせっかくなのでヤシの実を歌いたいと思います。というわけで楽譜を用意して準備をして、はい、柳田国男、海上の道。
東海岸を主としていたのではないかということを説いてみたいのである。北からずっといっぺんに南の方まで航海して、神格と書いた石垣まで行ったのである。都市の港へ開港するのは非常に時間がかかる。そのロープを思えば宮古